皆さんこんばんは。待て待て待て、今ね多分タイトルコールパーン挟まったと思うんですよ。ちょっと間開けたらイレオンのちゃうかなと思って試してみたんですけど、皆さんこんばんは、ズボラ食堂の庄司でございます。今日はですね、豆腐を使った一品っていうのを作りたいなと思うんですが、その前に昨日知り合いと電話をしててこんな話になったんですけど、究極の二択として自分の死ぬ日が分かるか、もしくは自分の死に方が分かるか、お前やったらどっち選ぶって言われたんですけど、これむちゃくちゃ難しくないですか。自分の死ぬ日が分かるっていうのも知ってしまうとその日までどう過ごしたらいいんやろって思うし、逆に自分の死に方が分かるっていうのもなんかそれはそれで嫌やなって思うんですけど、皆さんはどちらを選びますか。ということで早速料理の方を開始しましょう。はい、ということで本日の食材こちらになります。豆腐、豚肉ミンチ、豆板醤、テイメイジャン、トウチジャン、山椒、この他にもまだ使いますが、これらを使って今日作りたいのは麻婆豆腐。ただの麻婆豆腐と違って本格的なちょっと変わった麻婆豆腐、まあそんなものを作りたいなと思います。僕がすごく大好きな中華料理屋さんがあって、阪神百貨店に入ってる空心っていう中華料理屋なんですけど、ここの料理僕めちゃめちゃ好きなんですよ。その中でも麻婆豆腐がちょっと変わってて、作り方は違うと思うんですけど、それに似さして今日は作りたいなと思ってます。それでは早速調理開始しましょう。はい、そしたらまずこの豆腐なんですけど、里の雪でございます。こいつの水抜きをしたいなと思います。水抜きした方がしっかりと味入るというか、まあ、やっといて損はないってやつです。この水抜きの仕方なんですが、このような感じでですね、キッチンペーパーの上に置いていただいて、さらにキッチンペーパーで包んでやる。こうちょっとググッと握っていただいたら、水分はもちろんキッチンペーパーに入っております。こいつを電子レンジ500ワットで3分加熱します。加熱することで水分が抜けます。ならこれでちょっと置いておきます。そしたら使うのはお肉2種類でございます。麻婆豆腐ってミンチだけでいいんですけど、ちょっと食感を楽しみたくて肩ロースを買ってきてます。使う分だけ取り分けます。今日使うミンチ肉の量 120g ぐらい今日は使ったのか思ってます。次こいつですね。こいつはどうやって使うねっていうことなんですが、食感を楽しみたいということもあるんですけど、これさすがにでかすぎるんで切ります。想定ではサイコロ状に切りたい。なんか適当にこんな感じ、火の入りやすそうなサイコロ状で構いません。ジャクジャクにいってあります。こんな感じでございます。この肉が出来上がりましたら、ここに油大さじ1ぐらいかな、いつもの冷凍ニンニク3片使いたいと思います。そしたらこの時間かかりそうな大きめの肉から、ドボドボドボ、この豚肉を先に焼くには理由があります。油に豚肉の香りを移してます。かつ火を入れたい、この2つの目的でやってます。でこれなんですけど、結構カリカリになるまでいきますんで、その間におじさんはニンニクを剥く。あかん、早しな焦げる。あー、誰かニンニク剥く裏技あったら教え、あったー、ニンニク剥く裏技あったら教えてください。そしたらもうここに豚ミンチもボーンです。バラバラになるようにグリグリいってあります。ほぐしてほぐしてやってください。お前いつまで炒めんねん状態やと思うんですけど、カリカリになるまでやります。ポイントはカリカリでございます。あ、カリカリなんでね、結構火入れますんで。よし、あとはカリカリなんでちょっと放置します。その間に横でニンニクみじん切りにしてあります。よし、
とりあえず一個みじん切り完了のところで、あいちゃい。何がですか？全然大丈夫ですけど、今ね豚肉さんのね旨味が移っとります。おっさんの手を焦がしながらね、焦がすことでどんどん香ばしさが増していくんですよ。匂いがね、カリカリにすることでその食感も生きるし、こうやって出てきているこの油たちもすごくいい油、要するに豚肉の旨味が移った油になります。だんだんね油がね透明になってくるんですよね、ずっと火入れていると。それも一つのポイントでございます。こう分かる？しっかり綺麗な透明になってます。そろそろ OK でございます。一旦そしたらこちらにお肉たちを移動します。でも油は入れたくないので肉だけポロポロっと移動させたってください。こんな感じ。そしたらここでもう一度火入れます。お肉はこんな感じで避難しております。そしたら次キッチンペーパーでぐるぐる巻きにされたこのお豆腐ですね、こいつを焼きます。この油でちょっとね水飛ぶんで気をつけてください。この旨味の移った状態で豆腐を焼き豆腐にしたい。こちらひっくり返すのが、あーなるほど、まあゆっくりいきましょう。時間かかります。麻婆豆腐の豆腐は水分飛ばした方が絶対に美味しいです。なのでこうやって火を入れてやることでどんどん水分は抜けてきます。もうあの暴力的に油飛んでくるんで、そろそろいいんちゃうかと。いいね、こんな感じ。これでねだいぶ油は切れたと思うんです。なのでそろそろ引き上げます。こんな感じに仕上がりました。先ほどの工程に戻ります。このまままたお肉戻します。この中に調味料加えます。まずこいつ、豆板醤を大さじ2、低迷醤、こんな感じで粘り気のあるものになってます。これを小さじ2と。はい、そしたら次こいつ紹興酒を大さじ1。次にロー中央、要するにこれ何かって言ったら日本でいうたまり醤油のことになります。でこのたまり醤油は小さじ1ぐらい、これでチャーハンとか作ったら真っ黒いチャーハン出来上がります。色付けってやつですね。でこれで混ぜ混ぜと。これがいきましたらお醤油味1、これも小さじ1、砂糖小さじ2、これ忘れてた、豆豉醤、これは小さじ2でございます。香りが出るまでちょっとコトコトいきます。もうだってもう俺ええ色っすよ、見てこんな感じ。混ぜる、使ったのは豆板醤、低迷醤、豆豉醤でございます。豆豉醤ってあんま聞かないと思うんですけど、料理に少量加えるだけで豊かな風味とコクを与えます。豆腐や魚介など淡白な素材によく合うものだそうです。知らんけど、わかります？この黒さ、これ狙いでございます。そしたらここでニンニク切っております。このニンニクボーン、すごいいい匂い、これマジでいい匂い、下味完璧やと思う。そしたらここに鶏ガラスープの素を作ります。 180cc 使うんですけど、 100cc から様子見ます。お湯入れてきました。鶏ガラスープの素小さじ2で、これを溶かして、これあのお湯なんでね、もうすぐ溶け上がります。でここに浄水した水を足して、 180ml のチキンスープを用意しました。こいつ白ネギでございます。これみじん切りで使いますんで、とりあえずこれぐらいで。こいつらをみじん切りにします。片栗粉、これも用意します。溶きます。溶けたら何でもいいです。いい感じに色も出てきて仕上がっておりますので、チキンスープまず半分入れてみます。ここから火強めますね。こんなぐらい、いやこれは確実にうまいわ。これで
チキンスープいきましたら、ここにこの片栗粉をちょろっと、このとろみがいけましたら、もうここにネギボーンです。混ぜる混ぜる混ぜる。ここにこいつ粉山椒でございます。バス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 。でこれが終わったら、こいつホアジャオ、爽やかな香り、舌にピリッとしびれるような辛みが特徴ですということです。ホアジャオグリグリグリ、これはね、あのマーラーのマーの方です。しびれですね。好きな人はもうゴリゴリ入れてもで大丈夫です。僕好きなのでゴリゴリ入れます。これはさすがに失敗したら、これ初めて作るんですよ、失敗したら怖いので。味見ます。こんだけいただきます。あー辛っあ、これはもうちょっとこれ入れていいかも。スープ、今ので150入れました。規定の分量180なんですよ。そしたら今度とろみが足らなくなりますので、頃合いを見てトトトトト、そしてもう一度味見る。あはい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 、これね、もうちょっと山椒いっていいな。山椒&しびれさせていいです。今ちょっと水分増やしたんで。じゃあこれで一旦ソース完成でございます。そしたらこのできました麻婆さんをお皿の上にのした、焼き豆腐の上にトト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 、こんな感じ。おいホアジャオ、おい山椒。僕はね、ほんま麻婆豆腐のしびれは大好きなんですよ。こんな感じ。ネギ、薬味の玉ねぎでございます。この玉ねぎをパラパラパラ。ということで、おっさんが思う麻婆豆腐完成でございます。完成。よし、食べる。じゃあおっさんが思う麻婆豆腐をいただきます。こんな感じでございます。色が濃いでしょう。でドロッとしてるんですよ。麻婆豆腐のあのとろみとはまた違うでしょう。こんな感じが僕の好きな空心さんの麻婆豆腐なんですよ。はい、それじゃあ味は絶対違うと思うけどいただきます。これね、中にお豆腐隠しております。四角のまま置いてますので、これをしっかりとのした上でこんな感じ。いただきますはい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 。あのね、もうめちゃめちゃうまい、めちゃめちゃうまい。これは買った、豚のミンチと四角に切ったカリカリにしたこのお肉、これね、めちゃめちゃいい食感だし、ホアジャオのしびれとトウチジャンの味噌のコクがもう絶妙。よくあるクックドゥとかの麻婆豆腐の素みたいなんと比べると雲泥の差、もうコクが全然違うの。とりあえずもう一口いただきます。あの雲泥の差マジで、一般的に言うたらちょっと濃いかもしれないけども、これは絶対に間違いなくあいつに合う。ちょっと持ってきます。ご用意してたんです、ご飯なんです、白ご飯。これはやったらあかんやつでしょ。麻婆豆腐丼、お豆腐半分上に置かしてもろてからのこの周りのタルボンです。これは買ったやろ。ということで麻婆丼でございます。もう勝ちでしょこんなん。絶対にうまい。まずは豆腐を切り崩してもう細かくして混ぜてしまう。その上でちょっと味噌と融合した部分を、あのね、一瞬でなくなった口の中から。これ飲み物や。まためちゃめちゃうまい。これは優勝でございます。これは家のクオリティじゃないぞ、この麻婆豆腐丼。わかる、これもう普通の麻婆じゃなくてしっかり絡み合ってんの。味噌がさ、しっかり絡みすぎてこれもう何とも言えんコク。ふっ
かり辛いし、マーラーのマーも効いている。もう完璧でございます。もう一つ入れるの忘れてます。ラー油でございます。このラー油をピュッピュッ、はい、ラー油麻婆ですよ。いただきます。あー、ごめんなさい、これはラー油必須です。絶対いる。ごめんなさい、これレシピに加えます。ラー油は必ず入れてください。全てが整った。これめちゃめちゃうまいぞ。群を抜いて優勝です。これは麻婆丼で食べてください。ラー油必須。最後に今みたいにかけてもいいけど、これめちゃめちゃうまいよ。ラー油の風味が鼻からふわー抜けるんですよ。ちなみに何杯でもいけますよ。家で作るレベルではない、それだけは言える。空心の麻婆豆腐かって言ったら全然違う。でも雰囲気は似てる。これもう一回戻してもうて、ラー油を5滴ぐらい塗った上でいただきます。あー、なるほど、味変わる。すごいマイルドになった。マジでこれは麻婆丼用の麻婆豆腐と言っても過言ではないぐらいご飯に合う。これは間違いなくご飯専用麻婆豆腐でございます。まああんまおっさん食べれるとこ映してもしゃあないんで、あとはゆっくりいただきたいと思います。おかわりもう一回。よいしょー、ちょっと膝言わしちゃったので、膝グリーンいったので、はーいたーはー、ひ膝痛い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 、あー膝が痛いんじゃ。ということで、おっさんが思う麻婆豆腐完成でございます。よし食べる。違う違う違う、食べたら音楽の流れるあれとらな。あー足痛いんじゃ、膝痛いんじゃ。今さっきそこでクリーンになって、クリーンになったらもうここめちゃめちゃ痛いんですよ今。よし、膝痛いんじゃ。よし、それじゃあ本日はおっさんが思う本格中華麻婆豆腐を作ってみました。この麻婆豆腐に関しては元を正せば、僕中華料理でもめちゃめちゃ好きな店があって、それがツイッター、まあ、今でいう X でも紹介したりはしてるんですけども、大阪の阪神百貨店に入ってる空心という中華料理のお店があるんですが、ここがもうめちゃめちゃ好きで、僕行くたんびに時間があったらまあ食べに行ったりしてるんですよ。ここの麻婆豆腐がものすごく特徴的な麻婆豆腐で、今日はそれを真似て作ってみました。それはミシュランのねガイドに載ってるようなお店ですから、まあ、全然足元にも及びはしないのですが、今日作ったものについてもあれはあれでめちゃめちゃ美味しいです。今回ジャン3つですね、テイメイジャン、トーチジャン、トーバンジャン、このジャン3つを多めに入れてますので、そら味濃くなるのは想像はしてたんですけども、麻婆豆腐のコクの深さがえらいこっちゃなってる。クックドゥとかの麻婆豆腐とかっていうのは、まあ世間一般食べやすくして味も薄く、そのまんまでも丼にしてもまあ全然いけますみたいな感じなんですけど、皆さん本格的な中華料理店で食べる麻婆豆腐っていうのはものすごい、あ、こうしたでしょ今、結構はっきり、本格的な中華料理店で食べる麻婆豆腐っていうのは味が濃くてコクが深い麻婆豆腐多いと思うんですよね。今回のはまさにそんな感じの麻婆豆腐でした。空心さんのはドローっとしてるんですよ、麻婆豆腐自体が。で今日僕が作ったのもドローっとしてると思うんですわ。あれドローっとしてると思うんですわ、言うたら今ドローっとしてると思うんですよ。あれは狙ってやってます。ほんでこんなもん合わへんわけがないやろ思って白ご飯用意してました。この白ご飯にあの麻婆豆腐ポーンいったら、もうそんなもん優勝以外ございません。もうね
めちゃめちゃ美味しかったです。味が濃くてコクがある麻婆豆腐がご飯で中和されるんですよね。もうこの段階ですごく駆け込みやすくなってるんですよ。でもコクはしっかりある。そこに僕ラー油をかけました。このラー油レシピに加えます。ラー油は必須です。そのラー油をご飯にかけたらもうなんかコクとか濃さが、こういうこの星というかこの丸があって濃さがあるとしたら、ポーン尖ってた部分がラー油を入れることでちょっとマイルドになったんですよね。それでさらに食べやすくなった挙句にラー油の風味が鼻からプワーン、なんとも言えないです。今回のは麻婆豆腐単品で出そうと思ってたんですけども、タイトル変えます。おっさんが思う本格中華、ちょっと独特な麻婆丼の作り方、これでいきます。今ピンと見る、これでいきます。はい、ということで皆さん、麻婆豆腐作るときはちょっと手間かかりますけど、一度チャレンジしてみてください。味が濃いのが嫌やという方は、さっき言った豆板醤、トーチ醤、テイメイ醤、これの量を調節してください。これを減らせば減らすほど味は薄くなっていきますので、濃いのが嫌いな方はここで調整してみてください。ということで皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いなと思っていただければ、ぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それじゃあ、長々とご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はあ、膝マジで痛い。あー、痛い。これ何、膝のお皿のとこクリーンになったみたいな感じに痛い。マジで痛い。ちょっと痛っ。あ、これ赤いやつかな。はい、ということでちょっとこちら、こんな感じでおっさんの家のスニーカーは大量にございます。もうこれね、入りきらんです。出てるやつもたくさんあるんですけども、上のやつなんか最近買ったやつ上にボコボコこんな感じで乗せていってるんですけども、おお、びっくしゃー、なんの音か、なんで家でそんな音なんの、何今のマジで。前は、はい、こういう感じでドバーっとございます。またこれはどっかのタイミングで一つ一つお気に入りを紹介できたらなと思います。ほな、さいなら。